歴史的には東プロイセンに属し、1946年まではタピアウの名で知られた。人口は2002年全ロシア国勢調査によれば14,572人。グバルジェイスク空撮、グバルジェイスクは州都カリーニングラードの東 38km の地点にある。カリーニングラードからリトアニアのカウナスを経てロシア本土へ向かう幹線鉄道と 国道 A229 線が走っている。またこの地方最大の川であるプレゴリャ川が流れており、ここでデーマ川が北へ分流している。13世紀後半から14世紀前半にかけて、活動したドイツ騎士団の年代記作家、デュイスブルグのペーターは1254年の上で、タピオウという集落について言及している。百六十五年には、近くの鳥で、 スルグルビも、すでに建設されていた。タピアウトはコプロイセン人の言葉で、暖かいを意味するテープ、テピリュトプリュタピから来たものと考えられ、砦の名は、山の周りを意味するシュール・ガービスから来たと考えられる。プロイセン人の住む、この地は、13世紀のプロイセン十字軍により、ドイツ騎士団に征服された。東に住む、 ナドロビア人やスカロビア人からプレーゲル川口付近のチサムラントを守るためプレーゲル川とデーメ川の分流点タピオ2283年から1290年にかけて城が築かれたこの城は1351年に石造りの騎士団の城タピアウ城に建て替えられたグバルジェイスクのマルクト広場タピアウ城をドイツ人たちは 城の周りの集落もタピアウの名で呼ぶようになった。1385年にはリトアニア大公国の大公、ビタウタスがタピアウでキリスト教徒に改修し洗礼を受けている。ドイツ騎士団総長の居城がマリエンブルク城からケーニヒスベルク城へ移った後、 その東隣にあるタピアウには1469年から1722年まで騎士団の文書館と図書館が置かれていた。タピアウは1525年に騎士団領から成立したプロシア公領の一部となった。以後、タピアウ城はプロイセン公の第二の居城として使われる。プロシア公領を成立させた初代プロイセン公のアルブレヒトはタピアウで没した。 1701年には、プロイセン王国が成立し、1722年に、タピアウは、プロイセン王フリードリヒ一世から、死の地位を得た。プロイセン王国時代のタピアウの地方、行政区分上の地位は、東プロイセン州、ベーラウ軍の一部であった。周囲の農産物の集産地であったほか、食品工業や、繊維などの軽工業も栄えた。タピアウは、 他の東プロイセン北部の町とは異なり、第二次世界大戦末期の戦闘における手ひどい破壊からは免れた。1945年1月25日には赤軍に占領された。戦争が終わると、東プロイセン北部はソビエト連邦に編入され、1946年にはカリーニングラード州の一部となり、タピアウはグバルジェイスクと改名された。 ドイツ人住民は先に避難していったものも多かったが、残ったものもドイツへ追放され、代わりにソ連各地からの移住者が入ってきた。グバルジェイスクには今もドイツ時代の建物が比較的よく残っている。タピアウ時代の主要な出身者はドイツにおける印象派、表現主義の先駆的な画家ロビス・コリントで1910年には 町の教会の祭壇に絵画を寄贈しているが、第二次大戦末期に行方不明になった。コリントの聖火は今もグバルジェイスクに立つ。主な見どころとしては1502年に創建された、教会堂のほか、タピアウ城跡がある。タピアウ城の建物は1879年に修復され孤児院となり、ソ連時代には刑務所としても用いられていた。ありがとうございます。